Hello, everybody. Welcome back to another episode of Blue Archive. It's a special part. I believe in the last part we finished up the story for the first chapter arc for Blue Archive. And I think I said I was going to do the restoration for the city. But there wasn't really much story to it, if at all. So that's why I never did it. So we're still limbo, waiting for a new story to come out. I'm not quite sure when that's going to be. We're going over event recaps, so we're getting a bunch of all the events that we did previously. They're all being permanently added to the game, which I really don't understand the difference between this and just going back and just replaying it through the past events. Tab, so. Sensei, 一緒にこれまでの思い出を振り返ってみませんか? So, yeah, this is a special part. It's my birthday. So which means we got another round of birthday messages from my students. Now, I did this last year. So the students that I covered last year, I will not be covering again. So for instance, both Azusa, both normal and her swimsuits, both Hifumi's, the normal and the swimsuit. And ones that I did last year, I will not do. But if you want to, if you haven't seen what that video was, then I will link it in the description to that old video. So I'm only going to be covering the students that I haven't that I've gotten from the point when I made that video up until now. So I don't think there's as many students as there was in this video as there was last year, because last year was a lot, and it was the first time I actually made a video of Blue Archive. So we're just gonna go through the students that I have gotten over the last year. So, with that said, I'm gonna go rummage through all this, and then I'll see you at the very end. Happy birthday to you. 習った通りにやったんだけど。その表情、もしかして間違ってた？先生、お誕生日おめでとうございます。プレゼント、期待して待っていてくださいね。お誕生日おめでとうございます、先生。何か欲しいものはありますか？誕生日おめでとう、先生。何か欲しいものでもある？私にできる範囲なら何でもいいけど。お誕生日おめでとう、先生。バースデーソング歌ってあげよっか。え？恥ずかしい？で、先生のお誕生日、それじゃあお祝いの意味でライディング行く？お誕生日おめでとうございます、先生。本当に本当にハッピーバースデー、ご主人様。誕生日なのでご主人様にはこの可愛いバニー姿のアスナちゃんをプレゼント。お誕生日おめでとうございます、先生。特別な日ですから、その先生のためになるのでしたら何でも。先生、我が便利屋の調査に隙はない。お誕生日おめでとう。え、昨日だったの？ごめん。そんなわけないでしょ。今日で会ってるわよ。お誕生日おめでとうございます、先生。特別な茶葉をご用意いたしました。業務を終えられましたらトリニティのテラスにいらしてください。お誕生日おめでとうございます、先生。今日のような日を私と一緒に過ごせるなんて本当に素晴らしい一日になりますね。あら？もう少し喜んでもいいんですよ。
こんな辛い時間を先生は何度も繰り返してきたんですよね。すごいですね。本当に素晴らしいです。私も辛いですが、これからも頑張ります。ために用意した私からの特別な誕生日プレゼント。え、中身私がこの間捕まえたセミだよ。ほらほら、早く開けて。誕生日おめでとう先生。それで何か欲しいものは？え、私の鉄棒？今かぶってるこれ？それはいくら先生の命令でも。お誕生日おめでとうございます先生。先生と出会えたこと、こうしてゆっくりと過ごせること、本当に嬉しく思います。お誕生日おめでとうございます先生。今ちょうど海の家の方の桃屋堂で誕生日限定メニューを出してるんです。いかがでしょう。うん、ちなみに先生専用ですよ。あ、先生殿発見、お誕生日おめでとう。今日は忍術研究部一同先生殿のためにすっごいのを用意したの。名付けて一日待ち伏せ大作戦。今日一日私も伊豆のもつくよもどこでも現れて脅かしてあげる。じゃあスタート。誕生日おめでとう先生。今日も明日も先生の幸せな日常が守られますように。お誕生日おめでとうございます先生。プレゼントに私のとっておきの宝物、ゼリの会長が使っていた歯ブラシを差し上げます。礼、礼、先生いつもありがとう先生、感謝。今日は特別な日だからちょっと頑張ってみた。うん、誕生日おめでとう先生。今日は先生のお誕生日ね。お祝いに一緒にお出かけしてあげる。お誕生日おめでとうございます。主殿、今日は特別な日ですから全てイズナにお任せください。夏の思い出に負けないくらい素敵な日にしてみせます。え、はい、承知しました。それではイズナ、まずは全力で主殿のそばに座っていますね。ニンニン。お誕生日おめでとうございます先生。今日は一日お休みして、よろしければ一緒に本でも読みませんか。先生がその本日誕生日だと聞きまして、野宿の立場なのでそのしっかりしたプレゼントはお渡しできないのですが、お祝いの言葉だけはどうにか伝えたくて。先生の誕生日だと聞いた。すまないが、こういう時に何をすべきかを私は知らない。ただお前がいなければ私も今ここにはいなかった。だから先生、改めて感謝しよう。
ああ、今日は先生の誕生日か。今日一日は先生だけの応援団長になるとしよう。誕生日おめでとうございます、先生。記録上は普段と変わりのない平凡な日であっても、今日がいつもより幸せな一日でありますように。お誕生日おめでとうございます、先生。パチパチパチ。誕生日を祝うことは補佐する者としての義務ですから。お誕生日おめでとう、先生。何か欲しいものある？アルバムならそれなりに持ってるけど。お誕生日おめでとう、先生。ちゃんと覚えてたよ。先生のお誕生日も私とずっと遊んでくれるっていう約束も忘れてなんてあげないんだから、クフフ。お誕生日おめでとう、先生。プレゼントとかは特にないんだけど、一緒に散歩でもどう？先生の誕生日なんでしょ？今日くらい少しゆっくりしても。やっぱり今のなし。ちゃんと真面目に仕事して。誕生日おめでとうございます、先生。先生のお誕生日が従前なものになるよう、今日は一日密着警護していますね。誕生日おめでとうございます、先生。生まれた日からの日数計算はやめておきますね。お誕生日おめでとうございます、先生。今日は特別な日ですし、一緒に海で遊びませんか？今日って先生の誕生日？じゃあ早速お誕生日おめでとう、先生。この日があるから私は先生に会えた。うん、奇跡みたいだね。誕生日おめでとうございます、先生。何か欲しいものなどはありませんか？何もないのでしたら、あれでもいいんですよ。お誕生日おめでとうございます、先生。今日という日を先生と迎えられてとても嬉しく思います。何か欲しいものでもありますか？ And that's it for the birthday messages. I might have done at least one or two that I could have sworn I did last year. Like, I have a feeling like Hanako, for instance, I could have sworn I did hers and I had her last year, but maybe I'm misremembering it wrong. So there might be like one or two I might have thrown in there.Mainly because I don't remember, and if I don't remember, maybe I forgot to write it down. But yeah, that's the birthday messages for the characters that I've gotten over the last year. So, yeah. Next year, we'll continue the trend, see how many more characters I get between now and then. I don't think I should have nearly as many as last year's. So, who knows? Maybe next year will be fewer characters, maybe more. We'll see.So, I hope you enjoyed it, and I'm not quite sure when the next Blue Archive video is going to be. Depends on, it's whenever the next event or the next story drop comes, and as far as I know, we haven't had any news about that yet, so yeah. But I hope you enjoyed it, and I will see you in the next part. Later.